っしゃー食うた。めっちゃ釣れるやん。活性バグりすぎてる。はい、皆さんこんばんは。今日はね、台風過ぎ去った後の堤防で太刀をやっていきたいと思います。台風でガーって荒れて沖からね、太刀を入ってきてるんじゃないかっていうことで、今日は調査していきたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。まずは第一投です。まあ上の方からね、どんどん探っていきたいと思います。先発スパーク10や 6g、まあ、結構流れてますよ。まあ、大体スタート8時ぐらい流れは出ているな。ほんま台風の時近所えらいことになったんで、あの雨でね、まあちょっとその一部始終を少しだけご覧いただこう。まあそんなこんなでね、まあ一頭二頭と気配はございません。当たる？友人も、友人がね、お、来た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 、来ましたよ。でもえらいちっちゃないか。来ました。上の方っすね今の。まあテンポのいいリフトホールでヒットです。あ、取れた、くそー、マジ上やね。お、あー、くそー、抜ける当たり、完全かかんないんだよなこれが。よし、次こそ乗った、乗りました、やっと。落とすなよ、落とすなよ、頼むで。やっと乗ったよ。よっ、イエーイ、やっとです。おお、ここに来てダブルヒットですか。イエーイ、はい、友人とダブルヒット完成であります。ありがとうございます。いいじゃん、いいじゃん、いいね。サイズ一緒ぐらい。久しぶりの太刀を、ガチ久しぶり。よっしゃ、引き続き。なんだかんだ太刀を釣りね、久しぶりなんですよ。8月中旬ぐらい以降全くやってなかったんで。お、当たる。あら、もうこれで餌ボロなってる可能性あるような。あー、でもやっぱショートバイトなんやろな。餌綺麗やし。まあ友人もね、反応ありっていうことで。まあ、お、来た来たー、抜けたー。なんで、今ええ時間やと思うんですけど。落ちパクか。もう友人落ちパクでガンガン当たるけど。我々タチウオの神に愛されていない説まである。よし、来たー。あー、乗れた、取れた。ね、流れ収まってきたなっていうお話をしてて。よし、来たぞ。あ、ほんまに上の方。当たるね。よし、あー、くそ。よっしゃー。あー、取れた。くそー。めっちゃ釣るー。いや、吸い取る。取れた思ったらめっちゃちっちゃくて。イエーイ。草です、俺とのちっさ。指2本かな。こっちは、うん、なんかちっさすぎて上げる時までわからんかった。うん、バレたなと思って。はい、今日はね、友人がよく釣ってくれたんで、いい食料調達になりました。じゃあデイ2にご期待ください。何匹おる？6匹ぐらいかな。今クーラーにおるのは6ぐらい。今日はこれでちょっとアジ釣って帰ります。今日はデイ2ということでね、前回タチウオ釣りに行った時の続きで動画撮ります。まあ、前回は友人のマサーニャさんとやって、まあ、当たるけど全然かからないっていうような状況で苦労しましたね。いい時間になったらボコボコに当たりあったんですけど、まあそういうとこも含めてね、楽しんでたといえば楽しんでたんですけど、今日はね、前回を上回るような結果で締めくくりたいですね。まあ、今日もタチウオ天野でやっていきます。じゃあ今日はね、4g のメジャークラフト銀龍から始めてみます。まあ上の方からね、攻めていきましょう。ただ巻きでまずはやってみます。お、当たる当たる。ちょっと、お、よっしゃー、食うた。いきなり釣れる。前回の苦労何だったんだぐらいのレベルでいきなり来ました。びっくり。よいしょ、
はい。1投目から来ました。7時過ぎたぐらいですかね。まだちょっとね、薄明るいんですけど、太刀魚やってきてくれました。メインのフックがっつりいってまーす。ほんまに上の方、ただ巻きで、ガカッと当たってきましたね。幸先ええんちゃう今日。ありがとうございます。はい、急げ、急げ。えい。おお、めっちゃ当たるやん。落ちパクで当たった。活性バグりすぎてる。おい、ちょっと待ったらかかりますね。即合わせよりも若干待つって感じかな。いいね。よいしょ。逮捕。めっちゃ釣れるやん。これはね、アシストがっつりいてます。ご覧のように餌半分ですけどやっています。まあこれでもね、活性だけ買ったら全然当たるんで。お、当たる。今日は、ね、4グラムスタートなんで本当に、お、上の方よっしゃ、あー、バチバチ当たる。餌半分でも余裕で当たる。で、かかる。お、ちょっとこれ、引くな。サイズええんか？それとも変なとこにかかってるか、どっちなんだい？よいしょ。変なとこかかっとった。頭。これワンチャンもう、あれやな、クリクリやったら脳締めできそうな位置にかかってます。ええな、今日好調やん。まだ行くで。半身あるし。お。あらら。入れ食いや。もう4投連続ですよ。半身で十分っていう説も出てきてしまう。それぐらいの超過だ。やっぱアシストもあった方がいいかな。まあメインにね、がっつり食ってるな。はい、ちょっとね、グロイヘッドなんで、せっかくなんで、窒光しで光らしてます。今日はね、そんなに潮ガンガン流れてるわけじゃないんで、結構釣りはしやすいです。まあ今はね、もう本当に表層巻くだけで全然大丈夫。ガンガン当たってた時よりかは、減ったかな？お！めっちゃ軽いんだが、これついてるね。めっちゃ軽いっす、これ。うわ、なんか思い出したかのように頑張るね。気まぐれやね。まだまだ釣れる。半身でも釣れる。ちょっとただ巻きの反応が微妙になってきたんで、ちょっとリフトホールなんかもやってみようね。お、乗りました。まあ落としてる時に、まあでもね、これも上の方や、言うたら。よいしょ。2本半とかそんなもんかな。まあシーズン初期よりはね、大きくなってると思います。はい、まだね、7時半にもなってない。よっしゃー。今日はなんかかかるな。結構ね、メインフックにもかかってたりして、釣り系のね、食い方なんで、かかるのかな。ちょっと細いな、2本か。お、あー、でもまだ当たりはあるんよな。同じテンヤのカラー違いのやつ、紫ヘッドをつけています。うん、お、あ、抜けんのか。
釣れとんのかーい。空振ったかと思った。しますね。次はゲット。やっぱ下からグイって食い上げてきてるからこういうかかり方するのかな。サイズは変わらず。なんかちょっと怪しい前あたりみたいなのがあって、そこから来ましたね。まあ少し待ってゴンと合わせる。いいですね。お、なんかいいんじゃない？ほい。お、3本ぐらいある。サイズ今日いっちゃう？やっぱちょっとね、レンジ入れたところで点や操作してやるとかかりました。リフトポール。まあラッシュ終わってもね、まあ、全然ポロポロは釣れるんちゃうかなと思います。はい、もうね8時回りました。もう終わりましょうか。はい、皆さんお疲れ様でございます。まあ、大体ね7時ぐらいからスタートして8時過ぎまでやりました。まあ1時間でね2、4、6、8、11。まあ、サイズはね、そんなに大きくないです。指2本台が中心かな。まあ、なんですけれども、まあ、タチウオ、台風後っていうことで、まあ、どうなるかなと思いましたが、釣れてくれてるんで、一安心中とこですね。まあ、もうちょっとね、タチウオは今シーズンやってみようかなっていうところで、食料としてもね、優秀なタチウオくんなので、お裾分けなんかにも結構喜んでくれます。じゃあ今日はね、この辺りで帰ろうと思います。じゃあバイバーイ。